25日木曜日の花粉飛散予想をお伝えします。ではまずはお天気を見ていきましょう。低気圧や気圧の谷が通過する影響で全国的に変わりやすい空となりそうです。西日本は太平洋側午前中を中心に雨が降り出し、また日本海側でもにわか雨が心配です。次第に高気圧が張り出すため天気は回復し日差しが届き始めます。近畿や北陸、東海地方は雲が多く雨の降りやすい天気、お出かけの際は雨が降っていなくても雨具をご準備ください。関東は雲の隙間から日差しも期待できますが、すっきりせずににわか雨が心配です。北日本も午前は日差しが届くものの天気は下り坂、午後は雨が降り出します。日本海側ほど強く降ることがありますのでご注意ください。北海道も日差しが届いてもにわか雨が心配です。それでは各地の花粉飛散予想も見ていきましょう。雨が上がり気温が上昇する広島、高知、福岡では非常に多い予想。近畿から東北にかけても雨が降り出す前は多い予想となっています。各地で対策は万全にお過ごしください。